ウィリアム・マリオン・ジャーディンウィリアム・マリオン・ジャーディンは、アメリカ合衆国の政治家、外交官、教育者。1925年から1929年まで、第9代アメリカ合衆国の務長官を務めた。アイダホ州オナイダ軍において誕生した。ユタ州立農業大学で農業を学び、1904年に、学士号を卒業した。ジャーディンは続いて1906年に、 イリノイ大学大学院を修了した。ジャーディンは農場経営に強い関心を抱いたが、教育職にも魅力を感じた。ジャーディンは1906年にユタ州立農業大学で准教授に就任し、1907年から1910年までは教授として勤務した。1910年、ジャーディンはカンザス州立農業大学へ移り、 同大学の農業試験場長として研究職に就いた。1913年、ジャーディンはカンザス州立農業大学で農学部の学部長に選任された。1918年3月1日、ウィリアム・マリオン・ジャーディンはカンザス州立大学の第7大学長に就任した。ジャーディンは1925年2月28日に辞任した。 ジャーディンは在任中に複数の農業解説書を執筆し、カンザス州防衛委員会から刊行された。ジャーディンは学長として農業教育に関する高い評判を州の内外で獲得した。農務長官への就任先生を行うジャーディン1925年3月5日、カルビンク・クーリッジ大統領は農業専門家としてのジャーディンの能力を評価し、 ノーム長官に起用した。ジャーディンは、クーリッジ大統領の人気満了となる1929年3月4日まで、ノーム長官を務めた。ジャーディンは1926年の定期報告において、シカゴ商品取引所の健全な運営のためには、決済専門の機関を整備することが不可欠であると、提起した。小取引委員会は、ジャーディンの提案に対して、 シカゴ商品取引所の付属機関としての生産会社を設置することを承認した。ジャーディンは、ハーバート・フーバー政権において、1930年10月13日から1933年9月5日まで、中エジプト講師を務めた。ジャーディンは1933年に、カンザス州駅教師、私立を市田大学で学長に就任した。 1933年10月2日、ジャーディンはカンザス州財務官として指名を受け、翌10月3日に着任した。ジャーディンは1934年4月1日に州財務官を辞任した。ジャーディンはその後も州政府の活動に積極的に関与し、死去するまで教育の振興に力を入れ続けた。1955年1月17日、 ジャーディンは、テキサス州サンアントニオにおいて死去した。改修派協会の信者であり、フリーメーソン、国際ロータリー、アルファゼータ、ベータシータパイ、ファイカッパファイ、シグマ会にも所属していた。スマエフィー・ウィリアム・マリオン・ジャーディンの父親は、ウィリアム・ジャーディン、母親は、レベッカ・ダッドリーであった。ウィリアム・マリオン・ジャーディンは1905年9月6日に、エフィー・ネベカーと結婚した。 ジャーディンは、エフィーとの間に、以下の子供を設けた。ウィリアム・ネベカー・ジャーディン・マリオン・ジャーディン・ルース・ジャーディン。ありがとうございます。